はい、では単語アライメントを用いた英日機械翻訳文の流暢さの自動評価の文献紹介を行います。自然言語処理研究室の稲岡裕人です。とまずはじめに概要を説明します。とこの機械翻訳システムの、まあ、今回では特にその辞書と規則を用いたその機械翻訳システムの、まあ、流暢さっていうものをその自動評価する、まあ、手法というものを提案されている文献です。でその流暢さの評価に用いる、組成として単語アライメントというものを使用します。でこの特徴の一つとして、まあ、自動評価を行う際に、まあ、参照訳っていうものを使用しないという、まあ、特徴があります。でまたさらにその、まあ、機械翻訳システムの訳として出てくる、まあ、翻訳文の、まあ、特徴を分析するといったことも行っております。でその機械翻訳システムの訳でその上の、まあ、自動評価ともまあ関係があるんですけれども、その特徴的な組成として何が現れているかっていうものを観察することによってその機械、翻訳システムの、まあ、翻訳の、まあ、特徴っていうものを調べて、それを改善させることで、まあ、翻訳システムの品質を改善させようという、まあ、ものになっています。で、その初めにその機械翻訳システムの評価についてはその2つの指標が考えられまして、1つが、まあ、適切さというのが、まあ、ここにある通りその原文で、原文が読者に伝える情報というものと、その翻訳文が、まあ、読者に伝える情報というものがあって、それがどれだけその違うかっていう、要するにその翻訳文でどれだけ原文の情報が伝えられるかっていうのが適切さで、もう一つが、まあ、流暢さっていうもので、こちらは、まあ、言葉通りその目的がその翻訳文が、まあ、どの程度流暢であるかっていうものを評価になります。こちらはその原文と照らし合わせてというわけではなくて、その完全に別に、まあ、測る指標になります。で、まあ、この2つの中の特にその流暢さについて、でその流暢さが、まあ、低下する要因っていうものがその、まあ、逐語訳っていうものが、まあ、その機械翻訳で、まあ、用いられるものなんですけど、それがちょっと人間にとって不自然である場合にその翻訳文の流暢さが低下するというふうに言われています。でこちらはその特に、まあ、機械翻訳システムでの訳に多く発生するその、まあ、不自然な逐語訳というものです。でそのこの点に、まあ、着目して、まあ、この提案ではその逐語訳の違い、人間が翻訳した、まあ、流暢な文章とその機械翻訳システムが、まあ、翻訳した、まあ、不自然な、まあ、流暢さの低い、まあ、文、それぞれにおけるその逐語訳の違いっていうものがを使うことで、まあ、流暢さをまあ、評価しようというふうに考えておられます。でその不自然な、まあ、逐語訳ってどのようなものかっていうのはこちらの例として挙げています。で一番上の E1 っていうものが、まあ、英語の原文で、その下にある H1 っていうのが、まあ、人間によって翻訳された、まあ、流暢な文で、下の3つがその機械翻訳システムによって、まあ、翻訳された文です。でその下の3つが、まあ、それぞれまた別の種類の、まあ、機械翻訳システムになっているんですけども、そのこの例で言うと原文にあるあのメイドがどのような訳をするかっていうのが、まあ、人間とそれぞれの機械翻訳システムでちょっと変わってきているっていうのが分かります。と人間の場合はそのメイドの方は最後の、まあ、なんとかなりましたっていう訳のに対して、そのある機械翻訳システムだとまあ、そちらはまあ正しくなりましたっていうので、まあ、人間と近いんですけれども、その下2つはなりましたじゃなくてしましたっていうふうになっていて、そのまあ人間から見たまあ流暢にはちょっと流暢さはちょっとまあ低下しているようなまあ逐語訳です。でこの他にもその一番上の文がまあ原文なんですけれども、その一番上に出てくるその he とか it っていうものを人間
の本、まあ、流暢な翻訳だと省略されていたり、あと he がその彼ではなく、まあ、自分というふうに、まあ、言い換えられているんですけども、その機械翻訳の場合は、機械翻訳システムの場合は、そのそれが省略されていなかったり、その he がそのまま彼と置き換わって、まあ、翻訳が行われるという、まあ、流暢さがちょっと低下した文章になります。で、このようなその原文と翻訳文の単語と漢語の関係っていうものを、まあ、こちらのようにして、まあ、単語の対応を表します。その大半が、まあ、アラインっていうものと、まあ、ノンアラインっていうものがあって、アラインはそのある単語からそのある単語に、まあ、対応が存在するっていうもので、例えば、まあ、一番上の his と彼っていうのだと、その2つが、まあ、その英語と日本語のそれぞれの単語が、まあ、対応づいているっていうもので、下の方にある、まあ、ノンアラインイングリッシュっていうものが、その英語からその英語はからまあ日本語に紐づいていなかったり、対応づいていなかったり、またその逆のそのノアラインジャパニーズっていうのが、そのまあ逆の意味で日本語から英語にまあ対応づいていないものになります。で、まあ、こちらを見ても分かる通り、その画面左側がまあ人間の訳のその単語の対応関係なんで、その対応関係で、右側がまあ機械翻訳システムの訳になっているんですけども、その、機械翻訳システムの訳に比べて、まあ、人間の訳の方がそのノンアラインの量が多い、まあ、割合が多いっていうのが分かると思います。その人間訳の方は、まあ上6つが、まあ、その対応づいていて、下の残り全てはまあ対応づいていないっていう感じになっていて、まあ、システム訳の方、機械翻訳システム訳の方はその上の、まあ、半ぐらいに、まあ、置かれていて、ちょっと割合が違うっていうのが分かると思います。これは、まあ、つまりその人間の訳したその流暢な文章っていうのは、その対応単語の対応が必ずしも取れるものではない、取れない割合が多いっていうのが、こちらの、まあ、こういうような結果からも分かります。で、この、まあ、提案の、まあ、実際に実験を行ってその評価っていうものが、まあ、どれだけその行えるのかっていうものを、まあ、実験されていて、その環境っていうのが、その、まあ、消費者コーパスが、ロイター英日大訳コーパスっていうものを用いて、その中の一部を人手で評価して、そのどれだけ流暢であるかっていうのと、どれだけその訳として適切かっていうのを100点満点で評価しています。で、その機械翻訳システムの、まあ、流暢さとの確認する上で、その機械翻訳システムっていうのが、まあ、市販のもの、それぞれまた別の3つの翻訳システムを使用しています。で、その人手による翻訳なのか、その機械翻訳なのかっていうものを、まあ、識別するっていう、まあ、実験も行って、その識別にはサポートベクターマシンっていうものを使用します。とまずはじめに、その人手によるそのコーパスのその翻訳の評価を行った結果がこちらです。その上がその人手評価で、その0点から100点の評価の、その0点から24点が1で、25点から49点が2っていうような、その基準、評価基準っていうものを示していて、その下がそのコーパス分ので、それだけ実際にその評価値がその1から4の中のそれぞれで何パーセントぐらいあったかっていうのをまあ示す結果です。で、こちらの結果から、まあ、見て分かるように、その流暢さの評価値が4っていう、まあ、理想的な状態、まあ、75点から100点っていう場合が 3.6% しかないっていう、まあ、状態で、その流暢さっていうのを向上させるっていうのが、その機械翻訳システムにおいて重要な課題っていうふうに、この結果から言うことができます。で、次にその単語対っていうのが、まあ、どれだけのその出演するかっていうもので、その先ほど説明したような、まあ、彼とヒズのようなその単語対応が取れる、対応単
の対応が取れるものと、まあ、そうでない対応が取れない、まあ、未対応単語っていうのが、まあ、2つあるんですけれども、それをその人間の訳と機械翻訳システム3つの訳それぞれで、まあ、割合を計算し、割合をまあ同質すると、まあ、こちらのようになって、その人間による訳はまあその単語対応がつきにくくて、逆にその機械翻訳システムの訳が単語対応がつきやすいというような結果になります、なっています。で次にそのサポートベクターマシンによるその訳が人間による訳なのか機械翻訳システムによる訳なのかっていうのを識別するっていうものの、まあ、正解率っていうものを、まあ、調査した結果はこちらです。でその3つ、まあ、その機械翻訳システム3つそれぞれで、まあ、まあ大体その平均 99.3% のその識別の正解率が得られています。でそのこの識別にあたって、その先ほど説明したその対応する単語が存在するその対応単語対のみを使用した場合の結果と、その未対応の単語の対のみを使用した結果と、まあ、その両方を使用した結果っていうものがそれぞれ、まあ、こちらに示している通りで、その対応単語のみを対応単語対のみを使った場合と、その未対応単語対のみを使った場合、未対応単語のみを使った場合で、その比較的未対応単語の方が識別する上では、まあ、有利に働く値であることが結果から分かります。結果から分かりました。で、まあ、一番大きいのはその両方使った場合に、特に一番その識別の正解率が高くなっているということが分かります。で次にその識別する上でその使用する事例数っていうものを減少させていたときに、その正解率がどの程度低下するかっていうものを示したグラフがこちらです。こちらの結果から分かるように、そのもともと1万3000だけ事例数があったのを1000にまで減らしたとしても 95% その識別の正解率が得られるという結果をがこちらの結果、こちらの図によって示されています。で次にその流暢さっていうものと識別正解率の関係っていうのがこちらです。なぜこの2つの関係を仕上げるのかといいますと、その流暢であればあるほど、その人間の役に機械翻訳システムの役が人間の役に近づくであろうという仮定が過去になされていて、その結果をその仮定を使用すると、その識別正解率が低いということは、それだけ人間の流暢な訳に近いということで、それはつまりその流暢な文であるというようなつながりがその仮定できるということで、こちらの結果をこちらの調査を実験をしています。でそのこの2つ挙げているのは、その単語対応対対応する単語がある、まあ、対応単語対と、まあ、未対応単語の両方を使った場合の、まあ、識別正解率っていうのを、その人間が、人間によってその流暢さ1234、まあ、4が一番流暢になっているんですけども、そのそれぞれにおいてその識別正解率っていうのをどうし識別正解率をどうした結果、その今表8上にあるだとほとんど、まあ、影響が、まあ、顕著に出てなくて、まあ、表10の場合はその未対応単語のみを使った場合の結果なんですけども、こちらも特にそういった先の仮定のようなことが起きていないということになっています。これはその未対応単語のを使用することによって、その機械翻訳システムの特徴っていうのが、まあ、十分に拾いきれているっていうことで、その、まあ、識別正解率が低下していないっていうふうに、まあ、述べられていました。でそうじゃなくて、その対応単語対のみを使った場合、まあ、つまり未対応単語を使用せずにその識別した場合の正解率っていうのがこちらに示す表になっています。こちらを、まあ、見て分かる通り、その、まあ、流暢でない文章に関しては、まあ、識別正解率が高い
あ、そう、人間がその流暢でないと判断した分での、まあ、識別正解率が高くて、逆に、まあ、人間がそのこれは流暢な分であると判断し、あの判定した分においておけるその識別正解率っていうのは、まあ、55.6% まで、まあ、低下しているということで、こちらがその先ほど説明した仮定の通りになっていて、その流暢さが 高いほど識別が困難になって識別正解率っていうのが低下するっていうような結果になっています。でこちらの結果というのが、その識別正解率を使用することで逆にその流暢さっていうものを測ることができるっていうことを、まあ、示唆している結果になります。次にその識別をする上で、そのサポートベクトマシンで識別する上でそれぞれ その単語対の重みっていうものを、まあ、大きい順に出したものがこちらです。まあ、上の方にある、まあ、動とか、まあ、ジャストとか動詞っていうその性の重みがついている、性の大きな重みがついているものが出てくると、これは人間の役であるっていうふうに判断して、あ、人間の役である可能性が高いと判断して、逆にその重みがマイナスの方で特に、なっているそのパーセントとかそしてっていうのが出てくると、これはあの機械翻訳システムの役であるっていうふうに判断するっていう意味です。でこの結果を見ると、その機械翻訳システムの特徴っていうのを分析することができて、その例えばその人間訳にあるその道っていう、まあ、順位1位の道っていうものの場合で説明すると、まあ、こちら その原文と機械翻訳システムの出力で当てはめると、その原文、あ、すいません、あの、人間のその翻訳ではその道首相はっていうふうに、まあ、道っていう、まあ、言葉が使われているんですけども、こちらはその機械翻訳システムの場合は、まあ、使用されていなくて、そういう単語っていうのが、まあ、特に日本語訳、日本、人間によるその翻訳で使われるっていうことになります。でこういうようなその英語ではその he っていうような代名詞で表されているような単語を、その日本語を訳する際にそのまま he を彼とするのではなくて、その別の表現に置き換えることで、まあ、流暢、より流暢な文になるっていうようなその特徴を分析することができます。まあ、最後にまとめです。そのこの提案で機械翻訳システムの流暢さっていうものを、まあ、自動評価する手法っていうものを提案されました。で単語アライメントっていうものを使用してその流暢さの違いっていうものを捉えるっていうので、そのさらにその提案手法によってその先ほどその上にあるその自動評価っていうものをまあ支援できるのではないかっていうような結果を示唆するような結果が出ています。で最後にその機械翻訳システムの出力の訳のその特徴分析っていうものが可能であるっていうふうになっています。以上で終わります。